サウンドスケープコオロギの鳴き声を聞いて夏を感じちゃいましょうみんなおはようベルゼブブよ今回はコオロギの鳴き声をみんなにお届けするわ夏の夜の風物詩自然界のオーケストラ都会に住んでいる人はいろいろな音に囲まれて 鳴き声だけに耳を傾けることってなかなか難しいわよね今日は私と一緒に夏の声を二人占めしちゃいましょうそれじゃあみんなのお耳が癒されますようにどうぞ。 そそろそろ番組が終わる時間ね。コオロギさんの演奏でみんなの心も癒されたかしらそれじゃまた次の機会に。